皆さん、こんにちは。マーケットディーパーの時間です。今回は金融ストラテジスト、岡崎亮介さんと一緒にお届けします。岡崎さん、こんにちは。こんにちはよろしくお願いお願いたします。6月16日ということで、昨日の夜、もう本当にあの今朝方ですけど、FOMC、なんと0.75%の利上げ、うん。なんだけど、1%でなくてよかったですよね。 1%, 1って声もあった,みたいですねそうそう。だから1%でなくてよかったと思って、はい、とりあえず昨日から今日にかけてはみんなラッキーって感じで喜んで買い物しに入ってるのかなと思いますね。なんかもうマーケットの折り込みが早すぎてうん、だけど、うん、まあそういう時代になったんだろうなというのと、あの折り込んでも折り込んでもまだ、F、あのー、CPI に足りないですからね。ああ、確かに、ね。8%時代ですからね。インフレが。うん、はい。こっちは0.75やってもまだ1.5ですからね。<laughs> ちょっと日米の差というものもね、すごくあるんですけれども、まずちょっとマーケットをチェックして、今日はこの FOMC の結果もありますけれども、景気はどうなのだということと、マーケット、ベアトレンドに入っている中で、どううういふにすごいタイトルですね、景気答えはあと1年、5か月しかないですかそこまで言っちゃっていいんですかね。 あの、今のまま、今の環境が続くならばという話なんですが、後でまた説明します。今のマーケットはそう言ってるという話なんですけどね。はい。はい、そしてあとは本当にその株価動向とか、ベアトレンド。えもう2割下がったんで、うん これあの2割下がったら2割下がったというこう打ち方、打ち方ってまたマージャンみたいなこと言ってますけど、<laughs> はい、<laughs> あの、2割下がったんだから、ベアトレンドに入ったんだから、はい、それ前提に、あの、勝負しなきゃいけなくて、いつまでもブルトレンドにいるわけじゃないんだし、あの日本人でどうしてもこう同じパターンでエイエイってやっちゃうんですけども、どねはい、ブルトレンドの時と、それからコレクションって言ってこうレンジに入っちゃう時と、ベアトレンドってやっぱり3パターンぐらいは、はい やっぱ戦い方というか姿勢を変えなきゃいけないんでね。やり方をね、うんで。そこのちょっとアドバイスになるかなというのを作ってきました。はい。マージャンの話はまた後半で。はい、はいえ。今日もやるのはい。や<る>りまはい。<laughs> さて、マーケットチェックです。はい、さあ、一週間との比較で価格え、うん、出しているんですけれども、はい、まあ、だいぶね、あの、米株とか、 下がったものも多い一週間となりました。だけどどうですか ?5 月以降、何回か5月以降で言うと1、2、3回、4回目になると思うんだけど、あんま変わってないでしょ数字的に。ドル円だけが極端に上がってるというのあると思うんですけども。はい、まあまあ SP も下がったんだけど、とりあえず昨日戻してて、まあ4000前後でしょ金もじっとしてますね。これ不気味ですね。うん、これは、これは、うん。 あの、がめておいた方がいいですね。ダマまであんこにした方がいいって感じですね、これ。どうしても漏れてきますね、麻雀が。はい。じゃあちょっとチャートをチェックしながら解説いただきたいと思います。原油もね、なんかもう不気味にこうたね、切り上がってたんですが。うん。あの、ま、上がりたいっていうかね、上げやすい展開なんですけれども、ひとまず100ベースではなかったんですけれども、75ベースっていうのは、やっぱこれはそれで、これはこれなりに効きますからね。 で、あとあのー、みんな FOMC に気を取られたんですけども、雇用統計、あ、じゃない、小売売上統計、小売統計<っ>やった悪かったんですよ。昨日ね、マイナスだったんですね。うん、えー、前月比でマイナスで、前年比ではね、8.2ぐらいあったんだけども、うん、だけど、インフレが全体で見れば8.6あるでしょということは実質で見ればマイナスなんですよ。ああ、そっか。だから、これちょっとまずいよね、という感じで、で、原油のもうこのまま走れるのかというところが、ブレーキになってきたかなと。 うんまあ、ちょっとニュース待ちましょうかね、これはね。次のニュース。はい、うん、需要の方がフォーカスされ始めてきたということですね。はい、続いては、さあ、金利動向ですね。これはもうあっさりと1%じゃなかったのねと。 で、あとポイントは、えっ、ー、と、今出てますかね、えー、5年が3.47、えっ、ー、と、三十年、10年が3.36で、えっ、ー、と、2年と10年はかろうじて順位度だったけども、5年からは逆位度になってるよと、こういう形で、ほぼほぼだからマーケットはもう景気交代だということを、 言いたくてしょうがない。死者し始めてる。うん。になってほしいみたいな。うん、景気交が来れば、利上げができなくなって、<laughs> 利上げが来なくなれば、もう一回ナスザックに花咲くぞみたいな、こういうストーリーなんですけども、そうはいかないよという話なんでしょうけどね。<laughs> はいはい。ちょっとまた本編で聞いていきます。はいはい、さあ、そしてまあ、米株なんですが、もうリバウンドしましたね。リバウンドしましたね。リバウンドしたんですけれども、これもう FRB も、あの、 FRB は FRB で FOMC メンバーたちは一応均衡点に達したと思うんですよ。全員大体仲良く、一人だけですね、カンサスシティの人だけとんでもないこと言ってる人がいるんですけども、はい、大体意見は集約されたんですよ。まとまったんですけども、まとまったんだけども、とにかく CPI がこの辺にありますから、はい、このまとまった意見とこう、ちゃんとこっちの CPI がここに収入してくれるかどうか、はい え、それを見守る、う日々がこれから始まるんでしょうね、うん。この株価動向は今日の後半部分で伺っていきます。はい、さあ、その中で日経平均、あの、前回ね、SQ の話、あの、麻雀に例えながらもお話いただいて。そうね。<laughs> 大変小宮だったんですが、うん、確かに SQ というところを節目に。そうです。あの、一応6月の SQ が終わって、はい、まあ、麻雀で言うと、トン2曲が終わったみたいなのもんですから、はい、もう次、トン3曲が始まりますので、ま次のことを考えなきゃいけないと。はい <laughs> うん、ダメだね。どうしてもその言葉になっちゃうんだけど。<laughs> でも、とりあえず、今、ある程度、えー、ボラテリティが高くなってますから。あ、ね、きき今あの、アメリカも30ぐらいで、日本25ぐらいですから、これぐらいだとですね、あの、まあ、麻雀の用語で言うと、うん、ドラが結構いいのついてるみたいなもんですから、<laughs> はいうん、まあ、あの役牌がドラになってるみたいなようなもんですから、多少泣いてもいいかな、つまり多少売ってもいいかなっていう感じになってきましたね。 わかる人にはわかる。うん、<明>ただ、この絵で言うと、えっと、上トライして、下トライして、上トライして、下トライでしょ。だから、一応、えー、次のトン3曲はですね、えー、次の曲は、とりあえず2万6千ぐらいの、えー、ところは、プットオプションは売ってもいいのかもしれないなという絵ですね。で逆に2万8千ぐらいのコールオプションは売ると、あとちょっとしんどいかもしれないなというような絵に、そんなふうに見えますね。はい。マージャンの話はまたちょっと <laughs>、 最後にお知らせです。<laughs> どうしても引っ張られちゃうんこれ一回、ね <laughs> はい。そしてね、あの、やっぱり一番気になるのは、あの、これ、為替動向なんですね。うん、2002年の高値一瞬超えたっていうことで。ああ、これはね、まあ今やってる最中なんですけども、やっぱ動いた方がいいと思うんですけど私は何事もですね、我慢してじっとしてるっていうのは、あの政策でも何でも良くないと。 何どういうふうに動いた方がいい,いとりあえず、あの、ウィルドクブコントロール若干でも修正すると。あかたくなに0.25なんつったら、これ、もう、あれですよ。債券市場ガタガタになっちゃいますからね。ヘッジファンドが今ね、国債の売り仕掛けで、金銀の急騰を狙ってる。ヘッジファンドだけじゃないですよ。これ、世界の基幹投資家売ってますよ。え本当？間違いないですよ、それ。 ブルーベイなんていうのも確かにでかい会社ですけども、しかし、ブルーベイがやるから一緒にやりませんかとみんな声かけるんですよ、こういうのって。<ー>声を、例えばゴールドマンが声かけるモルガン・スタンレーがブルーベイをあのあのあの使ってるですね、あののインベストメントバンカーたちみんないますから、だから一緒になって、じゃあ一口乗るか一口乗るかってこう入ってくるわけですよ。それが同じポジションになりますから、一応、あのあの日日本銀行は無限だって言ってますけども、あれ全然無限じゃないですよ。 えお金すれるんじゃないのだけど、するっていうことはお金を供給することでしょ、はい、アメリカが今、あの、一生懸命お金を引き上げようとしてるわけですよ。はい。毎月300億ドル。3兆5000億くらいあですよ、ね。バランス縮小してこっちは3兆ドルくらい出すわけでしょはい。っていうことは、グローバルで見れば金融引き締めが効いてないんですよ、これ。ああ、そっか。 日本が供給し,しまくってるわけですよ。しまくってるわけですよ。だから日本のマネーがこれ回り回れば結局インフレを加速させることになるわけですよ。いくらやってもアメリカの量的引き締めに日銀が量的緩和でこ対抗する格好になりますから。うん、これどっかでこれ繋がってもう実際はそのヘッジファンドの力で繋がってますからね。じゃあ日銀も耐えきれなくなるときが 今日かもしれないし、明日かもしれないし、うん、相当遠くないと思いますよ。それに、あの、自民党楽勝だって、参議院選挙楽勝だって言いますけど、本当かと。<え>あと、だってあれ、ね、週刊誌まで騒いでるんですよ、物価の話。ああ、まあそうです、ね、岸田インフレなんて言われてるんですよ。はい、やめてくれと、黒田インフレだって絶対岸田さん思ってるはずなんで。<laughs> でもなんか、あの、岡崎さん、あの、ツイッターのオフィシャルで、インフレ連動債早く出せよあそうそうそう、インフレなんだから、物価連動国債を出せば、うんはい、安心してくださいと。皆さんの貯金でこれを買ってくださいと。1000兆円ありますからと。物価連動国債買ってくださいと。物価連動国債買えば、物価の分だけ元本が大きくなっていきますからと。うんうん、そうすると今、利息はゼロだけれども、うんうん、物価連動国債の利回りが上がっていきますから、 まあ、貯金よ,よ,よりはいいよね。そう飛ぶように売れるわけなんでん国民はまあ、あったら買うね。そう。で、なんでこんなことをやらないかっていうと、困るのは政府なんですよ。はい。なんでかっていうと、例えば1兆円発行しましたと。はい。召喚するときに1兆1000億になりました。あそっか。と1000億追加で損が出るでしょ。はい、財務省絶対嫌ですよ、これ <laughs> 財務省なんてのも絶対金払いたくないですから。絶対なんですね。<laughs> だから今みたいに0.25でも確実に日銀が買ってくれる10年債も嬉しくてしょうがないわけですよ。<laughs> じゃあちょっとこの手詰まり感っていうのがあるけれども、ちょっとこうグローバルにはそういうものが出てこない日本のこうなんだろう。 構造的な問題ってのがあるわけです、ね、いや、日本のやっぱりこれ、後進国だと思いますね。金融、金融市場には後進国だからこれが起きると。でなそもそもなんでイー,ーイールドカーブコントロールをしたかということを考えたら、後進国ゆえのデフレがあって、後進国ゆえのゼロ、ゼロ金利制約の中に追い込まれてしまったから、苦し紛れにやったのがあの政策ですから。これ以上の緩和政策がそれしかない,ない。なかったからやったわけで、はい。で、だからもう本当にやめるのが大変になってきたということなんで、はい、早くやめないってやると偉いこと なるというのが一つと,、はい、とドル円がやっぱり今の今の仕組みで言ったら、えー、ドル高止める仕掛けがないでしょう。かろうっててアメリカの、まあ、景気後退だけですよ景気後退祈って日銀がアメリカの景気後退祈ってるみたいなもですよ <laughs> ああ。日本政府がアメリカの景気後退リスクがあるから135円で止まっててアメリカの景気後退リスクがなかったら140円でも145円でも行くわけですから、はい、こんなことしてていいのかと。はい 暑くなってきましたね。という話なんですよ。はい。ということで、ちょっと日銀はどうなるかというところも、ちょっとね、あの、明日、会合があります。そう、まだ、これね、前哨戦なんですよね。そして、ちょっとゴールドが、さっきね、ちょっと持ってた方がいいですよ。これ動くね。どっちに動くかって当てたら、まあでも、買うんだったら上に上がってほしいんだけどね。だって、だって今回のこの騒動の中でじっと高いでしょ。溜まってるわけでしょ。そうです。 動かずに、上にも下にも動かずに。すごいね。本当に落ち着い、うん、安定してます。うん、これは、うん、こうなってくると機械的に、あの、ポートフォリオのコンピューターがですね、まあ買い、買いなさいっていうことになってくると思うんで、はい、全然相関しないものになってきたので、はい、それが来るだろうなっていうのが一つと、えー、それと、ちょっと皆さん、なんか慣れっこになってきたでしょう。 ウクライナのことも。ああ<ー>、うん、そうですね。台湾海峡のことも 2> あ。2月24だし、はい。だんだんそういう地政学上のリスクっていうのが織り込まれたかのように思うんだけど、織り込まれたんじゃなくて、耳が慣れただけの話ですから、はい、そういう意味じゃゴールドは動くタイミング近いのかもしれないですね。はは 1, 1割、110超えてから買ってもいいかもしれないけど、いつでも買える、いつでも買う準備といいますかね。 口座持ってと、口座持ってと <laughs>、そういう商売じゃないんだけども <laughs>、はい、とりあえずあの、ゴールドに乗れるゴールドの、えー、コードナンバーぐらいは、うん、入れといた方がいいかな。それはまあ、あらゆる金融資産の、まあ、ヘッジになり得るっていうことですね。何かあった時例えばよ、うん、大きくで言えないけど、うん、まあ、まあ、誰とは言えないけども、高齢の政治家が倒れたらどうするとかさ。 はあ、どうしていいか分かんない子誰,誰,誰とかわか誰誰とは言えないけども、例えばまあ、例えばそのまあ、プーチンさんの名前っていうのは、プーチンが倒れましたって言った瞬間にどうしていいか分かんなくなるわけそ,そうそうそう。まあそういうこう、テールリスクっていうのが起きた時に、うん、ああ、とりあえず金だみたいな。そうそう。だからその起きて、金、はい、っていうのはそういう仕方、仕事をするから、はい、やっぱり一年、一年間動いてなかったら、まあ今までのその、 感覚でや、ピリオドで言えば、やっぱ一1年に1回ぐらい来るから、はい、こんだけじっとしてるっていうのは力蓄、力蓄えられてるので、まあまあ、用意しておいたほうがいいと思いますね。はい、ありがとうございます。はい、では、ここからはプロの視点で切り込んでいただきましょう。うここから始まります。ねうん、景気後退を待つに日銀なんて話もありました。うん、さあ、実際にアメリカの景気後退、定期上は GDP 成長率が2四半期連続のマイナス。はい ですね。なんですね。だけど、厳密に言うと、うん、本当の景気効いっていうのは、失業率が上がることなんですよ。ああ、そうなんです、ね、だから、<laughs> こんなタイトルで刺激的なものを作ってますけれども、書いてますけれども、はい、これは今の債券市場がシグナルとして出してる、債券市場はあと1年5ヶ月だって言ってるんですよ。それを今から説明するんですが、はい、私はそうは思ってないです。はい、か失業率はそう簡単に上がらないから。あ、失業率で見 GDP のマイナスっていうのは、 あるかもしれないけれども、でも GDP が2四半期連続マイナスでも、ただそれだけで半を、あの、したみたいに傾向体かってそうはならないと思うんで、あくまでこれは再建市場の読み方です。はい、どう読んでいくかっていうと、まず、まずここから行きましょう。えー、っとね、今回の FOMC なんですけどもね、 えー、あ,あの、青い折れ線、プロットのついてる折れ線グラフが実際の FF レートで6月で1.5までいきましたよね。はい。それに対して、今回は36912なんだけどね、またサブロッチュって言っちゃうようだな、こ、ま、れね。気をつけないとね。はい。あの、どうでもいいんですけど、そこは。<laughs> すぐ戻っちゃうな。FOMC メンバーが見ているドットチャート。ありますよね。え、金利見通し。で、緑が中央値で、で、これがですね、えっ、ー、と、だいたい、 えー、3.8ぐらいだったかな、来年が。これが一応ピークになってて、なんとなくこうストラングルの売りに見えちゃうっていうのがいけないな、ね、これこもオプションなんですね、はい。で、何がポイントかというと、今回、来年の予想値が下が3.6で、上が4.1で、わずか0.5%の範囲で、レンジの中に、うんえー、3分の2の人たち入ったわけですよ。大体いいみんなの考えがだからそがうそう。これ、均衡したと言っていいのる前回は、3月の時はですね、はい、今日持ってこなかったけども、2 0 2二十 2 0 3年よりも2024年の方がもっとレンジが開いたんですよ。バラバラの見通し。拡散状態だった、うんです。これが落ち着いたんで、うん、あ、これで大体 FRB はハラスれたなと。はい、で、ハラスれたということは、来年までかけて3.5%以上まで利上げをするぞと。うん、覚悟が見えた覚悟決めたと。はい、だから今1.5ですけども0.5ずつやるとしたら、あとパーだから4回か4回、うん。あと4回やるということですね。で、それを受けて、 えー、昨日の CME のフェドファンド先物は見事にこれ<ー>、この、とだ入るんですね、ちゃんとフェドの予想の間に。ね 結構いいチャート作るでしょこうやってね、わかりやすい。ね。難しいことよりもさ、この動画見てくれた方がよっぽどわかるでしょみたいなね。綺麗に入ったっていう。こういうこと作ってですね、いいなーっつってですね、えつに浸る私なんですよ。これ楽しいんですよ。これ楽しくて、こんなことが幸せそうな顔で、こんな感じなんですね。まあとにかくそれで3.5から4だってことで均衡したんですよ。均衡したおかげで何が起きるかというと次は、イールドカーブの形ですね。先ほどの 頭のところでやりましたけども、今の絵が緑の絵ですね。で、最初、今年の3月が青で、赤になって、50別ずつどんどん上がっていって、うん、まあ最初75上がったのかな。で、50上がって、今、緑の絵で。で、3.5%ぐらいのところで、だいたい5年から10年が横ばってて、ちょっとインバートされてて、で、コブがやっぱり2つぐらいできた形でですね、そこで収まってると。はい ということは、あの、そこの10年から30年の金利、まあ5年からかな、5年から30年の金利は、うん、えー、FRB が3.5から4%に持っていくことを織り込んで、ここまで上がったと。 はい。いう絵になると思います。で、実際の、えー、棒グラフで言うと、水色の棒グラフ、えー、と、1年までのところがギュッと伸びてるじゃないですか。こ,これ右軸で75ベースってありますけども、はい、えー、これは要するに前回の FOMC から今回にかけて、名目金利は一斉に75ベース上がったっていう絵になってます。<ー>で、同時にアメリカの場合は、えー、我が国が欲しくてたまらない物価連動国債。 んこれがありますから。はいはい、マーケット全体の1割以上だ。1割ぐらいだったかな。ありますから。で、これが実質金利を表しています。これで見ると全部上がっています。実質金利は何を、何,何の金利なんですかって言うと、これはまあ結局、 インフレに対して FRB がどれだけ政策金利を上げていくかという絵で、うん、で緑のグラフで言うと、えー、5年から7年がプラス0.5になってますよね。はい、この間までマイナスだったんですよね。<ー>ということは、インフレ率プラス0.5ぐらい。はい、つまりインフレ率が3%にまで下がって FF が3.5になるとか、うん、2.5まで下がったら3%になるとか、そういう絵を表してる。うんはい、じゃあ実質金利がプラスになるということですね。実質金利がプラスになって、はい、お待たせしました。これで結論ですと。うん、で、イールドカーブがどうやらフラットしそうだと。 うん、横横にこうなる、うん。あれもしくはインバートしそうだと。インバートっていうと,逆に,と逆になる。逆になる。はい、で、どうやらそれが3.5%ぐらいの水準で、今10年の期に3.3ですから、はい、でそれこそ、えー、3.5まで利上げがそのまま進んだら、これはインバートしてるわけです。はい、そうですね。で、そのインバートしてるっていうことは、インバートしたタイミングから、インバートが始まったタイミングから1年後に景気答えが来るというのが、債券市場の、まあ、祈るようなというか、もう信じ込んでる。 モデルなんです。教科書的な。そう,そうです。はい、もう今までそう<え>過去30年間そうだったからっていうわけです、はいはいで。それでいくと、はいえー、ニューヨーク連銀の答えはこれなんですね、はいえー。2013年11月に景気は後退すると。はい、で、1年5ヶ月後だと。はい、という,いうのわけです。これは私が作ったんじゃなくて、ニューヨーク連銀が作った モデルがありまして、それを分解して再構成して持ってきたものですと。はい、どうやってできているかっていうと、10年金利と3ヶ月の金利差。3ヶ月の金利っていうのはトレジャリービルです。はい、しかしフェラル、フェドラルファンドライトと3ヶ月金利っていうのはほぼ一緒ですから。で、どうやってこの先物の,の絵を描いてるかっていうと、えー、10年の金利を昨日の終わりに、ね、3.33%で固定して、もうずっとそれだと。はい、固定してる。だから昨日の夢ですよ、これね、結局。うん、で、それに対して将来、FRB と、 CME のフューチャーが折り込んだ先行きの FF レートがどんどんこう,こうなっていくわけですよ。こう,、はい、こうなっていって、そこで、いいいここで、あの、大体追いついて確率が2割以上になるところっていうのが23年11月。はい、つまり1年5ヶ月後だと。1>, うん1年5ヶ月後に景気交代が来るぞと。はい、と、債券市場は読んだ。はい、で、この結果、10年金利は3.3で、3.4、まあ、ぐらいで一応止まった。はい、止まってくれたんで株は戻った。はい、今この状態です。これ で、あの、もう株は一旦底入れしたっていう見方とは違うんですよ、ね。えっと、うん、このまま10年金利がもう二度と3.5にならないと。うん、二度と3.75にならないと分かれば、さほど下がらないです。うん、特にナスタックは。<ー>でも逆に、景気固定になりますから、景気に敏感に、ストレートに直結している消費とか、 えー、あるいは、大気消費財なんかは、やっぱり株下がります、業績で。<ー>でも、景気が悪くても、例えば Google ググの使用率とか、使用量とかはもう変わらないだろうし、うんマイクロソフトの業績とかほとんど変わらないだろうし、インスタグラムも相変わらず使うだろうし。逆に言うと、今までダメだった、そのハイテクが。変われる可能性あります。っていうことなんですか、うん、ただ、繰り返しますが、これは債権市場のメッセージですよ。あまあ、金利とか、ねうん、頭の硬い債権市場の、ね。はい、もう古いことばっかり調べてる債権市場の。過去ばっかり見てる債権市場の。うん <laughs> このモデル通りに行くかどうかはそうです。このモデル通りに行くかどうかは、この10年金利。これ固定で作ってるから3.33でビタッと止めたんで。はい。わかりやすく言えば、これが差しネオペの効果みたいなもんですよ。ああ。3.33で差 <laughs> 33しネオペはイルドカーブコントロールしちゃうと、はい、これは来年の1年5ヶ月後にアメリカは結構大っていうふうに言ってるよ。でもこれは動きますね。これは動きます。<う>動くんだけれども、うん、ひとまず動かなければ、動かなければこの通り行くならば、 えー、マイクロソフト、グーグル、フェイスブックなんかは、そろそろショートカバーが入ってくるかなと。うん、今後、あの、このね、ビタッと止まった金利のモデルというのが動く可能性があるのは、やっぱりインフレの指標とかインフレの指標と、うん、あとは逆にこれ下がってくる可能性があるのが、うん、例えば、クレジットが今壊れそうなんですよ。 クレジットって貸し借りの市場あの信用、あの、の要するに、あの、ハイイルドとか、はい、ジャンク債とかの辺のところですね。あはい、あれ壊れそうなんです。壊れると逆に今度はこれ、順位抜きに下がります。はい、ライトークオリティつって、国債が買われるんで、はい、要するにもう景気交代本当になるぞと、うん、本当に来るぞとなると、どん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 ,どん今度は、さっき言ったディフェンシブな大型、超大型ディフェンシブっていうのが変わってくると。ジャンク債が下がると、こういうこう、ちゃんとした国債の方にお金がかる。国債の方になります。うん、あります、あります。 まあただ、おっしゃる通り CPI がね、問題なのと、それから QT が6月から始まったばっかなんで、で、まだそれにギアチェンジしてないでしょ。9月からものすごい。9月からでしょ。はい。でもまあ、それと同じぐらい今日銀が必死になって買ってるので。はい。う うん、自人が代わりに資金を供給しちゃってる。<laughs> どういうつもりだろうね。日,日本銀行はしかし。まあ、インフレにまだなってないから俺たちは買うからな、と <laughs> 受けて立つて。受けて立つだと。戦ってるのは FRB なんだよ、あれね。ヘッジファンドじゃないんだよ。FRB を戦ってるんだよ。要するに世界の金利が上がる兆候だと、ヘッジファンドも、うん、あの、まあ、 課税されてるようなもんです世界の債券を、廃校発行量を増やそうと。世界で、世界で債券の発行量を増やそうとしてる中で、一人で債券の吸収をしてるわけですよ。そうですよね。そうですよね。うん、まあ。それは円安になっちゃうね。そうですよね。戦い簡単に言うとそういうことです。なるほど。<laughs> 大変な戦いですね。まあまあ、あの、ヨーコの、良い子の皆さんは、えーあの、そういう喧嘩には巻き込まれないようにしてください。<laughs> <laughs> はい。はいえー、では、ここからは、まあ、あの、株式市場はもうベアマーケット しているんですが、はい、今のお話でなんとなくこう道筋が見えたときにどのようにトレーダーとして戦うべきか、うん、そうですです、はい、一応ベースなのは SP500 をベースにします、はい、ナスダックは別の戦い方ですとただまあ十年経りの動きを見ながら SP500 もほとんどナスダックとこう被っちゃってるのでだからえっとロングショートするならダウとナスダックでロングショートのほういいと思いますね今の現状ではダウロングのナスダックショートなんですけども、はい、さっき言った通り景気交代の目がはっきりしてくると今度逆にナス サクロングのダウショートに変わります。早いな市場の変化って。はい。だ例えばの話ですよ。はい、そうしろと言ってるんじゃないので。<laughs> はい。<laughs> ね、まあそういう可能性が今出てきたよて出てき出てくるんですが、うんはい、しかしとにもかくにもベアトレンドっていうのはどういうものかというのをお見せしなきゃいけないんですが。はい。はい えー、SP500 っていうのはね、1957年からデータが公開されてるんですよ。はい、で、まあ、遡ってもデータあるんですけども、一応 SP500 という名が通ったのは57年からだったと思うので、57年以降の、えー、今回厳密に、えー、今日の YouTube のお話をするためにですね、えー、きちっともう一回計算し直しました。はい、貴重な計算、えー。ベアトレンド12回あって、これ12回目ですと。 で、引け根ベースで計算しましたと。これあの、通常私なんかも、あの、相場ローテーションの時はザラバベースで作っているので、<ー>ザラバベースだと20%以上抜けなくて、これ以外にもあと4回あるんですよ。ね、結構割と、はい、あの多いんですけど、ね。引けで終わったとこですね。そう,すそうです。はい、だけど、ヒけネで言うともうちょっと限定されると。で、さらに12回になって、で、さらに、 下落期間を見ると、うん、これ5ヶ月が今もう経過してますよね。1月から,ですから。そうですね。すでに。で前回のコロナは、うん 1> あ、1ヶ月で終わったんですよ。ものすごい痛い注射打ったので。ああ、ドーンってな、ね、そ,そうそうそう。 その前の09年1月から3月っていうのも2ヶ月で終わってるんですね。あちなみにこのベアトレンドの計算方法は、例えば、えっと、07年10月から08年11月まで51.9%落ちましたよね。その後、09年1月まで2ヶ月かけて2割以上上がってるんですよ。はい、これはまあ、下落トレンドのあやどしなんですけども、はい、2>, 2割以上の下落があった後の2割以上の上昇なんで、これ上昇トレンドと数えてるので、もう一回そこから計算し直してると。と、はい、いうことで、09年1月から3月もカウントしてます。 27の下落で2ヶ月で月すと、はい、であと87年のブラックマンデーの時も3か月で35%落ちたというんですけどもこれも過ぎたんで,、はい、でこ,のこの3つの時代っていうのはまあプロファイルっていうか似てるかなってこう比較対象にする必要ないと思うんですよもうドーンと下げてドーンと戻りましたまステロイド打ったっていうこと、ね、そうそうそんな感じなんですよ、はい、だからこれをかぶ、えー、せて見せるのはもう必要ないだろうとじゃあ別の 今回に似てるのは、うん、似てるのは、えー、同じように5ヶ月以上下落して、なおかつ今回利上げ期なんですよね。そうです。上げ期っていうと、この中で5回あって、68年、73年、80年、87年、03年、あ00年ですね。ただ、87年はさっき言った通り短期で終わったんで、これ除くと、4つ似てるのが見つかるわけですよ。こういう感じです。はい、はい、ピックアップです。はい。 で、利上げ期プラス下落期間5ヶ月以上のケースが、はい、今回5回目、過去4回ありましたと。はい、で、過去4回ありましたけども、4回とも結局景気交代になってます。やっぱりなるんだね。結局景気交代になってます。はい、なるんですね。景気交代になるんですけども、はい、なり方とい言いますか、プロセスは随分違ってて、はい、一番右端に今度、緩和の開始と書いてますよね。はい 株価どん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 下がって、で、それ、その後、景気が悪くなりそうだということで、普通は金融緩和をするんですけども、例えば、スタートの68年11月ピーク、ボトム70年5月の時は、緩和の開始が株価がボトムをつけてからさらに7ヶ月後です。で、74年のケースもさらに2ヶ月後です。はい、で、82年のケース、82年8月ボトムのケースはその前から緩和が始まったと。ああはい で、01年9月のケースもその前、えー、8ヶ月前からもあの緩和が始まったと。だから、緩和の時期が後になるのか前になるのか、これはやってみなきゃわかんないと。言ってみなきゃわかんないはい。だから、我々は緩和が来たから、緩和が始まったから、緩和に転換したからもう終わりだと思ってもダメだし。すぐ買いでもないんですね。うん、そうでもないし、あるいは緩和がまだ来ないからもう利上げが続く限りもう俺たちは終わりだみたいなことも考えなくていいと。そうなんですね。うん で何を頼りにすればいいかっていうと、はい、それはプライスアクションしかないんですよ、結局。値動き。値動きでも判断していくしかないと。で過去4回の値動きってのはこんな感じなんですね。はい。あ、似てるね。ほぼほぼ似てるんですよ。<当>やっぱり、やっぱり状況として利上げ期で、景気応えが怖くて、あ,はい、あるいは、えー、早く緩和してくれよみたいな形で,で、最後の数ヶ月のところでばらつくんですけれども、はい、途中の営業日日数で240、だからまあ最初の1年間は大体同じようなパターンなんですよ。出ますね。はい、うん。で、今回の はどうかというとこんな絵なんですね。はい<ー>。だからおそらくアメリカのプレイヤーたちは、もう私がこういう作業なんていうのはもうとっくの塔に済ませてるはずなんで、<ー>えー、同じようなパターンだろうということで、このスピードで若干早く織り込む形でもうすでに22%の下落。本当だ、先にもう読んでるんですね。読んでんでんでしょうね。うん、だから、まあ1年間は大体似たようなパターンだということは、はい、まあこれ5ヶ月、もうじき6ヶ月になるわけですけども、あともう数ヶ月はやっぱり今までと同じようなパターンなんだろうなと。 思えるわけですよただそこから先は終わり方が違うと、はい。今日のポイントはこのベアトレンドの戦い方なんですけども、うん、ベアトレンンドドででもリバウンドはあるんですよそうなんですよ。今日みたいにボーンと上がったりね。ボーンって言ってもせいぜい1パー2パーの普通でしょ。<laughs> で、どれぐらいのリバウンドがあるかというのを絵にするとこういう絵なんです。例えば68年から70年。はい、これどういうことかというと、安値を1回つけました。はい えー、下落トレンドでこうつけて、あと戻りますと。はい、例えばこの絵で言うと、一回最初の安値をつけてからそこから3パン戻りましたと。はい、で、また安値をつけましたと。その時8パン戻りましたと。はい、で、また安値をつけました。で、その後10パン戻りをつけましたと。<ー>で、また安値をつけましたそういう絵なんですよ。はい、でずっとだから、安、え、値、ー、を取ってからリバウンド、安値を取る絵にするとこういう絵になって十番10パン戻る時もあるんです、ねうん、ああ、いいところに気がつきましたね。一1割は戻るんですよ。1>, 1割ぐらい戻る。 ことを覚悟してトレーニングしなきゃいけないと。そうですね。なんかもう、売り、売り相場だって言ってずっと売ってるでそうそう。でも1割ぐらいは担がれるケースがあるから。だから、あの、ある程度新安値取った時には、利食いも利益も確保しながら、次のリバウンド。まあ1割ぐらいの,、ね、あの相場を戻ることはあるんだということから一つ、1つ目で。 で次の73年の相場も見てください。1割のリバウンドるでしょ。ほん当だ、結構激しい。これはね、インフレが過激だったんで、はい、おそらく今回もこういうパターンだと思うんですね。はい、もうインフレ期の相場ですから4、4%ぐらい戻って、また逆すね。はい、4%ぐらい、もうこれ繰り返してるんですよ。もうヘッドヘッドになっちゃうんですよ。はい。ちょっとボラがでかい。でかくなるんですね。<laughs> うん、今、アメリカの株式のボラテリティも下がるよと下がらない。の。上がりきらないのも、 あの同じ要,要因なんですけどね、ボラティリティのガンマロングのトレードってのは続くと思いますね。<ー>うん、これもうこの時代ってのはずーっともう、えー、風は全部ね、あれですよ、ドラだったみたいですね。って言ってもわかんないですね。はい。あの、ごめんなさい。ごめんなさい。うん、ごめんなさい。あの、10%以上のボラティリティのありますね。11%ぐらいあるでしょ。はい。これ覚えておいてください。さっき10%だったでしょ。ーょょ11%。11%ぐらい戻るとかでしょ。ある,ある。次見ますね、これ。 これ12%パー。<ー>だから12%パーぐらいっていうのはあるんですよ。あるんですよ、ね。で、8%パーぐらいのところにもあるし、なんか知らないけども、その辺にキスイテは必ずあるんですよ。はい。だけど、12%パーぐらいで止まるってことは、15はないとか、うんうん、2>, 2割以上過ぎたらこれ、ブルートレンドに戻りますから。うんうん、そこまでいかないんですね。はい、で最後に一つ例外があって、こちらはこれなんですよ。ベアトレンドなんですけども、2000年 IT バブルの時も12%パーで止まったでしょ。はい、止まったんですが、最後18%パーまで戻るんですよ。 18%戻るとね。もう18%ぐらいまで戻ったら、これもう終わったと思うじゃないですか。安心しちゃう。うん、でもダメだったんですよ。そうなんですね、これ。この後ひどい。うん、これなんでかって言うとね、同時多発れなってるんですよ。じゃそれなかったら。だから多分ね、ここは言ってないよと思うんですよ。で、私がだから皆さんにアドバイスするのは12、12%ぐらいのリバウンドがあるから、はい それを目安に、あの、トレーディングのレンジを固めるっていうのが一つアドバイス。だけど、12%以上リバウンドしたら、ちょっと待ってこれ本当にそこをつけたかもしれないぞと。うんうん、15%つけたら18、18%、これはもいけるな、という話で見ていいんじゃないかなと。うん、でただ、その時に、リーダーがいるはずなんですよ。リーダーうん。これも何でもそうだけど、群れをせ、群れの先頭を走るやつがいるんですよ。 それは指標となるマーケットっていう意味これ時代によって変わるんですよね。中高型がリーダーになるケースもあるし、ーーナスダックがリーダーになるケースもあるし、うん、ガーファがリーダーになるケースもあるし、うん、だどっか別の国がリーダーになるケースもあるし。今回、えー、何だろうそれはわかんないです。わかんないのか、うん。それはまた3ヶ月後に何か見えてきたらっていうのがいいんじゃないかと思うんですが、<laughs> いずれにしても、うんえー、プライスアクション的には1割ぐらいのリバウンドはいつ起きてもおかしくないから、それに驚いてはいけないと。で、1割ぐらい戻ったとて、これでベアトレンドが終わったと。 まあ、よくそういうことを言うですね。人いますけども。1割 <laughs> 戻って結構上がりからね。y o u t さんとか、あのね、あの、ツイッターさんとかも、もうしょっちゅうそのだけど、そうじゃないと。はい、データを見ればこうなるだろうと。はい。はい、いうわけなんで、12%ぐらいは、 えー、騙されちゃいけないまあまああるよと、うん。でも15%ぐらい行ったら、んとこれはもう来たかもしれないぞと思っていいぞと。はい、今はね、アドバイス的にはここまでですね。今は戻り売りですけど、うん、15%以上になったらもしかしたらおし買いなのかもしれないそうそうそう。変わるかもしれない,いと,、ね、と。まあ、そういう目でまあ見ましょうと。まあしばらくないと思いますけどね。一年、あと残り半年は同じような展開だと思いますけどね。 はい。ありがとうございます。投資におけます。最終判断、皆さんご自身で慎重に行ってください。さて、お待たせいたしました。麻雀が今日ちょっと、漏れ漏れに漏れてましたけれども、<laughs> なんか今すごくアイディアが煮詰まってきておりまして。いやだってね、ねあんだけみんなにですね、いっぱい目コメントもらったら、嬉しくなっちゃうじゃないですか。すかすね、じゃちょっとなんか動画作ろうかと思うんだけど、はあ、あの、ね、 かなんか,たなんか有有、有料でいいでしょう、これは。だって、<laughs> だ,だって、専門外の話や,やるんだしね <laughs>。本でもいいかなと思うんだけど、本っていうのはね、私、出版社がね、 インチキばっかなんでね、あの、本のね、出版社って一番信用できないなと思ってるんですけどね。ということを、なんか友達なくすんで言わない方がいいね。あんまり好きじゃないってやつなんですけどね。はい。まあ、あの、オプション、マージャンで学ぶオプション講座オプションで学ぶ。マージャン、んでもいいや、マージャンはオプション、オプションはマージャンだと。なんだそれ。とりあえですね。マージャンみたいなもんだと。はい。まあ、タイトルはまたね、仮ですけれども、まあ、すごい、あの、いろいろ頭の中で構想を練っておりますので、 し<で>ってたら、あの、そのこと考えてたらもうふっくふっく、笑ってばっかり言ってるって。あの、いろんなところで漏れちゃってるんですけれども、はいね、あの、きちんとしたコンテンツで、ご提供する日も。そう遠くないということで。そのこと言ってないですよ、まだ。<laughs> まだ言ってないですよ。責任取ってくださいよ。<laughs> もう、だって、もう、そのことばっかり考えてらっしゃるから。すまね、はい。 ぜひ QR コードを読んでいただいて、はい、お友達になっていただければいろいろとそお知らせが来ると思いますので <laughs>、はい、ぜひこちらのご登録もよろしくお願いいたします。さあ今日の動画をぜひ皆さんいいねとチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ます今日もザキオカこと岡崎浩介さんとお届けしました。<laughs> ありがとうございました。<laughs> ありがとうございましたどうも。バナちゃん、楽しみに、ね。<laughs> 頑張ろう。<laughs>